はい、どうもしくです。チェカドグです。ジョンです。ドータロです。今日の企画は、エッピーがうまかった男の神テクニックエッピーが上手かった、テクニック集、なっております。楽しみ。よろしくお願いします。はい、それでは行ってみましょう。それでは行っていきましょう。はい、ちょっと結構エグいんで、徐々に行きますね。エグいの、前期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 前
僕はね、これを回避しながら言っていく術を思いついていません。いけます。はい。耳栓テンパン。耳栓回避はできんじゃん。しゃあない。しゃあない。しゃあない。なんて言ってかない。耳栓はいいんですよ。これいい、すごいらしいですね。耳栓をだからジョーンがさ、昔やってるみたいな。俺耳栓をつけたことはないのよ。耳でやる、指でやるんだけど。はいはい、言ってましたね。耳栓かって、うん、あ、もう本当に五感は奪えば奪うほどいいんですよ。確かにね、こんなすごいんや、耳栓、ね、触覚だけで、うん、研ぎ澄まされますから、うん、なんか耳塞いでるからリアルに音響くっていうのも一緒に書いてて、このクサーって感じだろ。あー、なるほどな。この骨伝導、骨伝導、骨伝導か、研ぎ澄まされてんな。そうそうそう、なるほど。ぐらい行くんで、やってみようかな。確かにもうこれやれそうですよね。確かに勉強になるな。わだめ腰振りメリーゴーランド。何やそれ。つまりは挿入後、縦に腰を振るのではなく腰を回す。おお。あ、振るのだけを回すんだ。こういうこと。そう、ピストンではなくメリーゴーランドだっていう。なるほど。はい。わあ、夜の久保田利伸。出ました。回れ。回れ回れ。男側でしょ。そう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 、男側でこうするってことか。らしいらしいですね。へえ。テマーゴーランドの方がまだね、やりやすい。テマーゴーランド、すごい。何してるか分かるわ。確かに指田としのぶね。いや、指田としのぶ、そういうことやね。めちゃくちゃやな。確かにね。なるほどなるほど。あと、あのよく聞く、はいはい、全身リップなんですけど、はいはい、顔以外全部舐められて本当に溶けそうになりました。おお、なるほどなるほど。そこまでいくらしいですね、全身リップっていうのは。これも好きよな。知りませんでした。うん、はやっぱ顔以外は全部舐めていいんだ。ちなみに皆さんは、はい、足の指は舐めますか？舐めません。指舐めへんの？舐めません。うわ、舐めましょう。なんやねん。あれ、舐められたことありますか、足の指？ないな。ありません。あります。すごくないですか、あのゾクゾク。まあまあ確かに。そうなんや。なんか、多分まだ新しい世界があるぞっていう。言うたら指舐められるの気持ちいいじゃないですか。だからものすごい同じ理屈だなと思うんですけど、足はすごいよ。ぜひ末端、ぜひ。ほんと足の親指と間、ね、ただあの体壊しちゃうんでちゃんとお風呂入りましょう、ね、洗いましょうね。洗ってからやりましょうね。保健体育チャンネル、保健体育チャンネル。マイデンマを持ってきてて、それをお豆さんに当てこまされていてこまされた。何を言ってる。日本語で当てこまされた。とにかくマイデンマを持参してくるというところがすごいんでしょうね。男側のね。なるほどね。あ、男側がか。そう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 。確かにデンマ持ってる男ってあんま聞いたことないですよね。ピンクローターとかならまだわかるけど。確かにデンマ持ってかないな。今日は抱くぞって思ってガサガサって入れて、こうやって持っていて、うんがし、結構エロいですね。かっこいいじゃん、もう。仕方がなすぎ、侍だ。お酒
酒で口を冷やしてから舐めてきた時ひんやりして気持ちよかった。良さそう。ね、それ逆バージョンなんか聞くけどな。あーえ向こうが冷やして冷やす温冷浴が大事だし冷やしとお湯とか含むのと、うん、その交互にやるのがいいらしい。へ、はいはい、そうなんだ。けどなんか氷含んでとかを聞くね。確かに、はい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 、男ってあの、あったかいのって気持ちよくないですか。まあ、気持ちよくないですね。入れた時とかに あったかっていう時に あったかいのもより際立つんだろうなと思いました。一回冷やすことで。確かにね。こんなんもありました。はい、テクは分かんないけど整骨院の先生、人体知り尽くした人はめっちゃいい、知識しか勝たん。あーそれすごそうやわ。うわーなんかそれ一種格闘技戦みたいでいいね。ちゃんとツボ押さえて。うわーそれすごいわ。それすごいわ。なんかもうこの辺とか疲れていくんじゃない。北斗や。そう北斗や。プギャーって言ってくる。フィリッシュレベン。やだよそんな。どの指でつくんだろうな。やっぱすごいらしいですね。すごいね。仕組みから入るってのは大事かもしれない。仕組みなんですね。なんか今の聞いて思ったんだけどさ、K-1 みたいな感じでさ、一人の女性をさ、いろんなさ、あ何かおしゃべりやつが来てさ、司会とかね、誰が一番だったみたいな、最終的に決めてもらうみたいな回やった。めっちゃ見ちゃう。面白そう。それめっちゃ見ちゃうそれ。これ皆さんやってんのかわかんないですけど、正常位中腰の下にクッション入れるのではなく手をお尻の下に入れること地味やけど最高。あやったことない。え、やるんや。やるんや。え、こう。え、どういうことなの。そう、こう。あ、持つ。あ、持つってこと、ね、腰を持ち上げて。あー腰なら行く。持ち上げたらなんで気持ちよくなるの。上にこう当たるやつ。あー、うん、そういうことだ。学ぼうとけど、クッションじゃないんだもん。いやでもクッションもいっぱいおった。あ、クッションもいるよね。それはそうやな、鉄板やんな、うん、腰にクッション置くのは鉄板ですみたいなの書いてたんやけど、どういうことなの、うん、大体ラブホの枕添えますもんね。やるやるやる。え、みんな添えてるんすか。いや、そういう時あるよ。そういう時はある。基本ではないけど、そういう時あるよ。やって知らない男。赤点だね、こいつは。履修があるよ、履修が。履修再履、再履、再履がある。めっちゃはずい。エッピで再履はめっちゃはずい。こんな人もいます。はいはい。奥好きスーパーマン、何でもおてんでも完璧に奥をついてくれる。奥好きスーパーマン。もうとにかく手でもおてんでも、名前がおもろいよ。何でも完璧に奥をついてくれる人がいる。発生が中ない。なるほどね。なるほどな。スーパーマンになれるらしいですね。なるほど、奥つけたら。でもこれなんか繰り返し一人のことなんか交えないとちょっと分かんなくないですか。確かに確かに。ツボの場所とか。確かに確かに確かに。まあけどそこを見つけるの早いんだろうね。ああ、やっぱり。いろいろ試行錯誤してここだっていうのを見つけたらもう、うん、プロはもう指で見つけるスポットもすごいっていうもん、うん、まあそう、ここがちょっと違うんです。あすげえな。でしないな。山脈だ。金庫掘れてるんや。ゴールラッシュ。ゴールラッシュ。言うんだろうね、その瞬間に。ゴールラッシュ。見事でゴールドラッシュ。言うんだろうね。ツアーのスプラッシュマウンテン。いい、つらいかったわ。まああと僕ができそうな技はこれぐらいですね、うん、はい。ヒゲであそこにグリグリ。痛くないか。それでいいの。痛くないか。これよく見つけたよ。1個いるんだね。顎のヒゲでこうやって。なんかちょっとイチャつきみたいな感じるけど、それ本気なんだ、らしいっす。気持ちいい人もいる。最高のテクニックみたいなね、募集だもんね、うんうん。まあけど分かんないですけどね。やらない人はやられそうだよね。だって1個だけ、宗太郎さんって書いてた人いて、うん、僕やってないですよ。あなたとやってないですっていうやつもあるから頭の中でな、もうそう交えてるんだろうな。すごいんちゃう、頭の中の想像は。これちょっとどこまで本気か分かりませんか。うん、なるほどなるほど。なんかこれ分かります。あの下手な人はヘコヘコっていう感じらしいんですけど、うん、上手な人はズッパッっていう、そもそも腰の動きから違うっていう。あ、ヘコヘコ、あー分かりますこれ。あー、あんま分かんないかも。あんま分からんの。なんかけどシャカ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 って動いてる人より、うん、ズッパッズッパッズッパッって言ってる人の方がなんか気持ちよさそうな音だなっていうのは自分のを擬音で例えていったらどんな感じですか。うわみちみちみちドン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 
めっちゃやだ。重厚感あるな。なんか強いね。そうですね。強いね。いや、みち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 から10秒ぐらい開けてから。トン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 。わあ、すごいね。それすげえな。早いんだ。そんな早くていいのかなって思うときもありますけど。結構早めで。僕は結構早めで打ちます。すごいね。俺はあのスコスコスコココスコクスコスコスコココみたいな感じなんですけど。スコはお前なんか空洞がなんか足りない。空気が漏れてもって。空気が漏れて。セーブできてない。まあ僕は一定のリズムを刻めない男ですから、うん、あそういうことか、あそういうことか、うん、難しい、うん、あなんかね、あ今日調子いいなと思って、うん、トン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 みたいな、あれ習いたてのドラムみたいなあとスローセックスっていうのがあるじゃないですか。ありますね。実際どれぐらいスローなのかっていう話で、はい、うん、3時間いかない程度の前戯と30分のスマタを耐えてから入れる最高。うわー、長っ。ここまでやったことあります？長いなー。すごいですよね。3時間すげえ。だからもうそんなあったらあんますることなくない？ 3時間もその時間潰せるほどの技がないっていう。確かに確かに。俺も3時間なんか途中からずっとこれしてんな俺ってなんかなりそうな、そうそうそう、同じことして飽きさせちゃいそうで怖い。3時間確かにすごいな。まあ、交互なんでしょうけどね、多分。まあ、高めて高めて、まあ、たまにちょっとブレイク挟んだりしてね、あやってるかもしれんけど。さあ、芝居たりさあ、芝居たりさあ、芝居たりさあ、芝居抱きしめ合ってるだけの時間とかがあったら、それはいいんじゃない？うん、3時間まで行くと、そこから3時間始まってるかもね、そもそも、うん、すんごいチュッチュが、あ、そうやな、なんかリビングからも始まってるかもしれない。そうそうそう、すごいよね。だったらいけるかな、確かに。あと、今飼ってる舐め犬、ほんまに前戯1時間ぐらい全身舐めてくるから挿入しただけでいけちゃうっていう。いやいや、今飼ってる舐め犬、そうそう、やばい、舐め犬っていう言い方おもろいな。犬飼ってんだ、またゲン、またゲン飼ってるっていう。へぇ、すごい女性もいるね。めっちゃおもろいね、その表現。力加減ともたつかず手慣れた感じと体位変化のスムーズさ、回数が多ければさらに神と思わせる。あ、スマートな、神と思わせる、スマートね、身振りね、うん、なるほどね、慣れてんねんな。体位変化のスムーズさとかも難しいよな。俺も分からん、あれはむずいな。確かになんかたまに全部もう一回も抜かずにいけますよみたいなやついますもんね。マジ、うん、しっかり抜いてしまうな。あ、全部抜いてる？抜いてますね、僕大体。え、僕も抜いてますね。え、俺抜いてないよ。え、ここにいました。神がいた。神がいた。いや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 。だいぶ抜かないですよ。すげえ。こういったら、うん、横にして、うん、そのまま縦にして、うん、こう後ろにそのままして、うん、でこう一回戻して正常に戻すっていう。すごい。全部回します。一回ずつ。すーく、じゃあもうここの上でぬるぬるするんだ。それが。すごい、あ、そうなんだ、うん、俺一般でいいのかと思ってました。そうなんだ、ね、僕も全然抜きますね。才能はある人には分かんないですから、うん、いやいやいや、でもあの僕もどっか勉強したんですよ。どっか勉強して、あ、抜かればいいんだと思って、そうなんだ。それ知ってしばらく経ってるんで忘れてました。そうです、抜くもんのだって忘れてました。手首ネクタイで拘束されーの、うんうん、ビーチクグリグリされーの、顔面騎乗感度ぶち上がり。ギャルやな言い方で、あんま入ってない。そんだけやられてんのに騎乗、顔面騎乗なんだね。おー、確かに。そう、最後そうなんだ。だやっぱり顔面騎乗は M のためのものなんですね。これ人気よな、でもなんか最近よう聞くな、やつもなかったけど。まあやっぱそのエッジ聞いたやつ拾ってるからな。あー、まあな、うん、これが魔女だと思うと俺たちが終わっちゃう。確かにな、いやマジでできない嫌ですもんね。僕なんかもう24時間元気でいいんで。そうだよね、24時間長すぎやろ、ずっと更新されてそれでズーム会議して、あ、すいません、ちょっと今青手に人が乗ってて、つなぐな、ズームつなぐな、そんな状態で普通にしてもらっていいですか。やばい、やっぱラスト、はい、千手観音攻め、絶対に手が2本以上あった、四方八方同時に攻められた挙句、親指サイズ、親指くらいのサイズのものを入れられた。最後どう、でもそこはちっちゃかったんでしょ、ちっちゃかったんや、そういうことか、意味でカバーしてたんだ、はい、
でもこの人が言うには絶対に手が2本以上あったっていう。すげえ、すごいね。そう、あったんじゃない、本当に。あったんかい。あったんだ。目隠しされてたらね、わかんないですけど。実はだ、じゃあ。すごいな。気持ちいいのをするためにはその接地面を増やせっていうのを聞いたことありますね。うん、まあそうだよね。だからこう触るとこう接地面1だけど、こう触れば接地面2とか。あ、そうなんよ。そうそうそう、俺ここを入れるって発想なかったわ。そうだから、もうここでもここでも接地面を広げていけば手は何本も生えるんじゃないでしょうかっていう。うわ、信じるか信じないかはあなた次第。ドカブリ先祖してくれるかなと思った。あ、なるほどね。あ、なるほど。これが正解ね。これが、これが先祖でした。あ、いいだね、いいだね。正解はそうやるわ。ありがとうございます。いや、すごい。いや、すごかったな。はいはい、ということで以上でしたけど、まあ僕からしたら全部すごいなってやつでしたけど、何個か結構やってるっぽいやつもありましたね、皆さんが。そうですね。まあでも結構初めてのことも多かったしね。なんかでも絶対これ真似できんなみたいな感じなかったからよかった。確かに確かに確かに。頑張れば使えそうなものありましたね。使えそうなんで今後使っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。